ととるるる仏教寺院である王室寺院院ででああ王室しては最下級の第級の三サーマンである国立図書館に所蔵されている、スコータイ王朝に関する古文書などによると、1336年から1339年頃、当時プレイは、スコータイ王朝の派遣下にあったが、当時、未だ、スコータイの副王であった、理体が混流したものとされている。 理体はこの時仏塔を建て、そこに、仏通車輪を埋め込み、7日7番に渡る儀式を行ったと、されている。その後、この仏塔は、プラタート長兵と呼ばれるようになり、寺院もこれにワットを冠して呼ばれるようになった。1924年、シーウィチャイ像によって修復された。プラタート長兵は、高さは33メートルあり幅が10メートルある。なお、 この仏像は、プレイ検証に採用されており、県のスローガンや、市のスローガンにもその名が入っている。神仏や、森林の動物を描いた壁画がある。本尊である。高さ4.5メートル、幅3.8メートルの遅延専用様式の仏像で、900年以上の歴史があるとも言われている。1922年に、シャン族のグループによって寄進された仏像。 高さ1.2メートル、幅0.8メートルの全上物である。ワット・プラタート長兵は、シーウィチャイゾウの遺骨が収められた寺院の一つである。プラタート長兵は、プラタート・プラチャムピークウトの一つで、虎年生まれの人が巡礼すべき仏塔とされている。巡礼の際は、以下の教文を唱えることが推奨される。ありがとうございます。